所詮お前の憎しみは俺に遠くを呼ばない。俺の怒りは、俺の絶望はお前以上だ。居場所は突き止めたのか。え、断層の居場所は分かったのかと聞いている。それは突き止めたけど。案内しろ。水月と十五はどうするんだ。あいつらのチャクラはまだ。放っておけ。それよりも断層だ。サスケ、グズグズするな。早く案内しろ。危険だ。でかいチャクラをいくつも感じる。妙に静か。強いチャクラも感じない。こっちの道を行くか。するな、カリン。サスケ、少しは冷静になれ。先には行かせん。
そろじゃぜ。支配一族って、いい男なのにもったいないわ。邪魔をするな。せん、とろけたキスをしてある。戦闘開始。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。
そう、俺の名は内葉マダラ。お前たちにある話をするためにここまで来た。話だと？うん、暁の話などどうせろくなもんではない。理解はできん。少し落ち着けない影、聞くだけ聞いてそれからじゃぜ。さすがは土影、聞き分けが良くて助かるぜ。サスケ！お前はサスケを回復させておけ。俺も奴の時空間忍術か。では話をさせてもらおうか。俺の計画含め諸々な。計画？そう、俺の計画、全てが俺と一つになる月の目計画。一つになる、どういうことだ？陸道仙人、お前たちもその名は知ってるだろう。陸道仙人じゃと？あの忍びの祖と言われる伝説の忍びのことか？そうだ、かつて陸道仙人は世の者たちから神のように崇められていた。それはなぜか。彼は救ったのだ、とある化け物から、この世界をな。がお前もその化け物の一部が封印されていたに過ぎない。そいつは美獣全ての集合体、最強のチャクラを持つ存在。その名を十尾という。十尾だと？美獣は九尾までじゃないのか？違う、奴らは陸道仙人の手によって十尾のチャクラを九つに分散されたものだ。嫌な話の流れじゃぜ。だからお前らは美獣を集めていたのか？陸道仙人は十尾から世界を守るため、ある忍術を開発した。お前たちもよく知っているだろう、人中力の封印術システム。あれがそうだ。陸道仙人は封印術を使い十尾をその体内に封じ込めた。体内に封じ込めた？それって？その通りだ。陸道仙人は十尾の人中力だったのだ。人中力だった陸道仙人。お前が美獣を集め、その十尾の力を手に入れようとしているのは分かったが、そんな力を手に入れてどうする？十尾復活、そして俺は十尾の人中力となる。己の動力を巨大化させ、ある術を発動させるためにな。ある術？なんじゃそれは。一体何をするつもりじゃ？月に己の目を投影する大幻術。無限つくよ、地上に存在する全ての人間に幻術をかける。俺が全ての人間をコントロールし一つにする。わだかまりも争いもない平和な世界だ。全ての統一、それが俺の月の目計画。ふざけるな！お前などに世界は渡さん。幻の中の平和などごまかした、現実の世界で成し得てこそ意味がある。今のこの世に希望などない。それはお前たち五感が最も理解しているだろう。希望とは諦めに等しいものだ。それこそごまかしのセリフでしかない。こちらはすでにほとんどの美獣を集めた。もはやことは俺の思う通りに動いている。あとは2匹、8尾と9尾を差し出し、俺の計画に協力しよう。さもなくば戦争になる。8尾？8尾だと？どういうことだ？尾はお前たちが。8尾の捕獲は失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。お前の弟だけは。あのアホミ、これを機に外を出て遊んでるのか？でどうする？お前たちの答えを聞こうか。渦巻きナルトは渡さない。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、他
これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はない。希望は捨てない。いいだろう。第四次忍海大戦、ここに宣戦を布告する。貴様本気で言っておるのか。冗談でこんなことを言い出すほどバカではない。今度は戦場で会おう。はあ、さてどうしたもんかの。忍び連合軍を作るしかない。七体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがだな。弟は無事だったようだが、これ以上暁にダラダラと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り一気に蹴りをつける。木の葉はどうする。火影が逃げたままじゃぜ。断蔵は黒い噂が垂れん。今回の件でわしらの信用を失った。もはや木の葉内での立場も危ういだろう。いずれ失脚するはずだ。ならば忍び連合の話は信用できる木の葉の忍びに俺が伝えておく。誰だ。シャリンガンの畑カカシだ。あの男か。いいだろう。断蔵よりは信用できそうだ。雷影様、すぐにでもキラー B を探す手配をつけましょう。暁が8尾と9尾を狙っているなら、奴らも B を必要に追っているはずです。すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ。いわキリスナコノハにはキラー B の情報を提供する。それをもとに捜索チームを編成しすぐに動け。あとは9尾、渦巻きナルトか。ここに来る途中で畑カカシと9尾の陣中力にあった。まだこの鉄の国にいるかもしれん。まずはこの国から探してみろ。了解した。マダラの月の目計画とやらを阻止するためには絶対に8尾と9尾を渡してはダメです。だから8尾と9尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますが。いや、マダラの持つ7体の美人が集まった力は想像もできん。そこでじゃあ、わしら忍び連合軍も8尾と9尾の美人は戦力として計算した方がいいのではないか。それはダメだ。これは二人を守る戦争でもある。マダラが七体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由、それは暁の現戦力でこちらの八尾と九尾を捕らえるのは難しいと考えているからだ。それに戦争で二人をおびき出すためかもしれない。わしも風影の意に同意だ。もしものことを考えれば敵の前に八尾と九尾をおいそれと出すわけにはいかん。わかりました。それでは彼ら二人は保護拘束ということでどうです、土影様。土影殿、まだ何か不安は？あのマダラの態度が気になってな。よほど自信があるように見えた。実際、相手の戦力は未知数じゃぜ。そんな奴らを陣中力なしにどう戦う。八尾と九尾を拘束し、忍び連合が二人を守ったところでその連合軍が全滅しては意味がない。だったら花から二人を参戦させ連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがの。それはどうかな。うん、今ここに世界初の忍び連合軍ができつつある。その力もまた未知数。マダラが七体の美獣を使用するにもリスクがある。そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない。向こうにも不利な条件があるのでござろう。それにこの戦争我々侍も参戦する。土影殿、これでもまだ心配事が終わりか。はならあとはその連合軍を誰がまとめるかじゃぜ。その件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っている。ほう、八尾は生きていると見て間違いない。雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう。それに先ほどから皆をうまくまとめているし、
対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる8秒をコントロールできるのは雷影殿だけでござる。水影、風影はそれでいいのか。今はここで揉めている場合ではありません。私は雷影様を信じます。雷影に任せよう。両天秤の大抜き、うちがマダラと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ。協力しろ。相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ。じゃがこの戦争に負けるよりはマシじゃな。忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからの。いいだろう、協力してやる。これにて忍び連合軍結成。さあ忙しくなるでござる。